皆さんこんにちは、マリリンです。本日もご視聴ありがとうございます。はい、今日はですね、あれ来ましたよ、あれ TikTok、Twitter、Instagram でよーく出てきます広告。これは本当にいいのかと、使ってみたいなと思わせる広告、今でも出回っております。私はですね、今回その広告で出てくるあの気になる商品を買ってみました。そしてレビューをしたいと思います。前回にこちら、ほくろが取れるクリーム、そしてこちら、毛穴汚れが浮き出てきて取れるクリーム、この2つをねガチ検証していったんですけども、まあ、ちょっとそちらの方 もし気になる方見ていただければと思うんですが、まあまあまあ、ちょっと一言で言いますと、正直悪質な広告が多いなとやっぱ思ってるんですが、やっぱりあまりにも広告が気になっちゃう、やっぱ気になって買っちゃうよねっていうので、今回も買ってみました。ということで、何かと言いますと、こちら DMN アイライナーということでですね、ちょっと独特な形に押しているアイライナーなんですが、広告によると誰もが綺麗に描けるみたいな感じのアイライナーなんですよね。 TikTok の広告でこのように流れてきました。アイライナーが描けないことにまだ悩んでいますかっていうワードで出てるんですけど、見てこれ、こんな沿って描けるっていう、えぇ、っていう、まあね、やっぱりね、アイラインって難しいじゃないですか。アイラインって一番失敗できないとこじゃないですか。だからこれを見た時、ちょっとこれ欲しいし、もしこれがスッと描けたら、もうこれはすごい革命的なアイライナーなんじゃないかなと私は思っています。私が買ったとこは TikTok の報告から入って、今すぐ購入っていうところを押して買ってみたんですけど、値段見るとね、かなり高い、6899円っていうことで、これまたね同じく代引きでした。届くのはまあまあ遅かったかな、2、3週間はかかった覚えがあります。まあ海外からの発送っていう感じでしたね。さてさて、どのようなものなんでしょうか。今回のって何かが取れるとか何かがカバーされるとか、そういうのじゃなくて、ほんまに見た感じすごく描きやすそうなんですよ。もしかしたらすごいかもしれん、これぐらいのお値段するし、ちょっと期待してますということでね、開けてみるとこんな感じですね。小さい箱にはジェルライナーが入っています。こんな感じ、よく見かけるタイプのものですね。これで描いていくみたいなんですけど、これがまあこんな感じになってます。おおおお、ここの先の部分でアイラインを描いていくみたいなんですけど、シリコンになってますね。こんな感じ、柔らかい、結構、あ、抜けるんや。これでアイラインを描いていきたいと思います。この広告を見てると、ここにこのシリコンのペンかな、こうやってつけるみたい、チョンチョンチョンってつけるみたいです。こうなってますね。綺麗に描けるのか検証していきたいと思います。せっかくなのでアップ目でいきたいと思います。粘膜のとこ書いてましたよね、あれね、見てるとこう書いてたな。ちょっとこうやって、おお、下のラインはね、あんまり綺麗に引けへん、ほら。でもなんかこの粘膜の部分は細かく塗りやすいかもしれへん。このアイラインのジェル自体があんまり密着せえへんな。じゃあ次、上行ってみよう。ほうほう、あ、でもちょっとコツいる、これ、難しい。あ、でもこうやってほら、おー、キャメイクのクリーミータッチライナーの方が描きやすいな、断然。ちょっとここやってみたんですけど、普通にメイクする方が綺麗かな。なんかね、結構こういう風にスーって描いてるんですよ、広告見てると。じゃあこれちょっとキャットライン行ってみよう。出すよ、ピュー。うん、なんかブラシの方が綺麗に描けるぞ。これちょっとコツいるんかな。なんかね、動画見てたら結構綺麗に描けてる人多いねんけど、私の技術があかんのよ、これは多分ね。ちょっともうちょっと頑張ってみますね、片方。さっきよりか力を抜いてみようかな。
いやむずい。ちょっとこう目頭いってみますね。ここの部分は結構描きやすいかも。内側すごい綺麗に塗れる。で次ここね、こういってスッて描いてるわけ、みんな。あ、やっぱなんか調整しにくい。やばい。出来上がったらこんな感じですね。こっちうまくできたかな、右より出来上がったんですけども、正直言うと結構描きにくかったっていうのはあります。ただやっぱりね、これ慣れとかあると思うんですよ。慣れたらもしかすると描きやすいんかなって思うけど、普通にブラシ使った方が描きやすい。なんかね、このカーブがちょっと描きにくいのと、シリコンやからなのか、ちょっとこう細かい部分とか調整しにくいかなっていう風に思いました。この広告でもね、正直悪質かどうかっていうと、やっぱり技術の問題なんかな。やっぱ慣れの問題、まあ、慣れる時にできるかもしれへんけど、ただ言えるのは、その誰でも綺麗に描けるっていうのは違うかもしれへん。なんかパッと見た時はすごって思ったけど、使ってみるとやっぱりなかなか難しかったです。まあ正直これで6899円はちょっと高いかなっていう風に思いました。あとほら、結構ね触れるともうね取れちゃうし、にじんじゃう。ほら結構だいぶ経ってるんですよ、塗ってから。すぐ取れちゃう。ほら密着感とかもないかな。塗った時にピタッとひっつく感じもないので、もっと安くていいのはたくさんあるなって思いました。はい、ということでですね、今回はこちらのアイライナーを購入してみたんですけど、まあね、慣れの問題あると思うけど、使いにくいっていうのと、まあ、ジェルのその密着感とか擦れとかもすごく弱いかなっていうふうに思いました。気になるので動画にしてくださいっていうリクエストたくさんいただいてて、少しずつ購入していっているので、また検証動画出したいと思います。もし気になるものがありましたら、コメント DM いただけると嬉しいです。それではまた皆さんお会いしましょう。バーイ。